車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、土井パフォーマンスです。今回は、どうしたの？早口言葉みたいな。よく噛んで言えるな。今回はボンド大阪でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは岡店長です。はい、お願いします。します、はい、今回紹介する車がこちら。はい、じゃん。先にいいですか？はい。オーナーさん、はい、知ってます。ですね、もう、はい、その界隈では有名な。はい。神戸のセレブ。そう、神戸のセレブ。もう、はい、何だったっけ、ミニに下駄かましてた人。おうつさんといて恥ずかしい。それ言っていいの？そこのつながり言っていいの？だって YouTube で出たやん。いやいや、まあそうだけど、つながりが分かっちゃうといろいろさ。はい、そういうことで。当時何でしたっけ？ 812？ そう、812。ブルーエレトリコの812。はい。ADV1。はい。で、他にも数々こう、スーパーカー、スポーツカー乗ってんだよね。いっぱい変わったっす。もうこの子に来るまで。ブラックシリーズもありましたし。RS6 かなんかも。RS6 はあれは乗ってない。乗らずになくなる。オートサロンで出してたフルマンソリーの RS6 のファーストオーナーが。あ、そうなんだ。で、あと 765LT もありましたし、アルピナもありましたし、 B3 ツーリングで、今奥様は現行レンジローバー、オートバイを。フルマンソリーやるだなんだ、うん、嘘です、言ってません。いや、もうせざるを得ないと思います。そんな、もう僕らがすごいお世話になってるお客様で、アベンタも乗ってたんです、 SV もみたいね。聞きました、 それなんか昔新車で買われて。あ、新車で買ったんだ。で、当時もブルーだったんですよ。あ、そうなの。そうで、まあ、今回のがブルーノバですかね、うん、そうで、色は多分違うんですけど、うん、でも当時ちょっともういろんな諸事情で泣く泣く手放しちゃって。あ、そうなんだ。いつか帰ってきたいなって車だったんですよ。はあ。で、ちょうど今年のゴールデンウィークに僕が実家に帰らなかったんですよ。で、すごい暇で焼肉行こうってなって、で、一緒に焼肉行ったんですよ。で、その時に2人でなんかこうやって車の話しながら食べてて、なんかアベンタもう一回乗りたいんだよなみたいな。で、一回うちの SVJ 買おうって話になったんですけど、うん、やっぱなんかその SV がどうしても忘れられなくて、で、ちょうどディーラーさんで出てたこの車見つけて、で、もうこれ行きましょう、これ買いましょうって言って、で、お客さんももうこれにしようってなって、で、ゴールデンウィークなのに僕ディーラーのその知ってる人いた、うん、電話して休みですかって言ってこの車欲しいんですけどって言って、で、もうそれであれやあれよっていう間にこの子がやって。あ、そうなんだ。そうなんです。じゃあ結構何年ぶりかの、そう、何年ぶりかの SV SV に戻ってきた感じなんだ、はい、そうなんです。いや、もう今まで乗り換えが早すぎて。そう、最近で長かったのはピスタだったんですよ。はあ。ピスタが、ピスタ乗ってましたね。そうそうそう、黄色のピスタが長かったんですけど、でもやっぱりまあ SV はその当時の思い入れもあるんで、まあ、毎回言ってるけど今回は長く乗るよって。いや、だからちょっと安心半疑な、ちょっと本当かなっていう。だってもうホイール頼んで来る前に車ないっすよ。でも、よく僕も直接 SNS とかでやり取りさせてもらってるんで知ってますけど、すごく美味しいものをお腹いっぱい食べたいタイプじゃなくて、すごくちょっとずつ食べたいタイプ。でもちょっと多めに食べようかなって、この子は。今回はね、はい、というわけでこんなスペシャルな車、はい、そして何年ぶりに帰ってきた、はい、この SV を紹介したいと思います。当然、はい、カスタマイズもいろいろ今までもやってるんですもんね。そうですね、まあ、基本的にはそのホイールと車高、まあ、うん、あんまりエアロはつけたがらないって感じなんですけど、やっぱりそのシンプルにいじって乗ってはるんですけど、はい、というわけで、じゃあ今回もシンプルに。そうです。だから前回りとかもエアロもついてないし。もうそうですね、はいはい、もうプロテクション貼りましたよ。プロテクションを貼ってるんですね。そうです、はい、ここら辺はもうスーパーカー乗る方は必須、うん、そう必須かなと、はい、というわけで前回りも至ってシンプル、はい、はい、そうです。で、SV ですから、このとんがったバンパーとでっかいダクトと、うん、もう仲良すぎてナンバー隠す気がない、はい、まあこの後 BV も、はい、出ますからね。車両紹介の時っていつもボンドってつける、うんうん、ナンバー出てんのって多分このお客さんと僕のジュリアだけです本当に。確かに確かに。そうそう、隠す気もないって、はいはい、今回本当に何言ってもいいって言われてるんで、フルオープンでナンバーも全部出しております、はい、そしてちょっと前置き長くなりましたけど、はい、そんなもう数々いろいろ乗られてるオーナー様、はい、そして岡店長とも通通のお客様が選んだホイールがこちら、はい、L13、はい、おそろですね。おそろです。僕のジュリアと同じ R110 の6スポーク、はい、だから、
もう僕が特注して作ってもらったデザインなんですけど、それをさらに特注して、はい、僕のはここね丸く削ってるんですよ。僕その前にいいですか、もう特注のとこからいっちゃってるんでそのデザインなんですけど、はい、通常は、はい、この、まあ、ここを穴と見立てると、はい、この穴が5個のやつしか L13 はラインナップがないんですよ、ね、ないんです、はい、それを僕がジュリアの時に6つにしてよって言って6スポーク、まあ、6ループって向こう言ってるんですけど、うん、6ループで作ってもらいました、はい、でこのお客さんがオソロンしようよってなって、うん、でもアベンタにあれは似合わんよって、うんうんうん、じゃあちょっと変えようよって言ってここ削りましたそここを丸を、はい、ちょっと間違い探しじゃんもうそう、もうここをこうやってアベンタ、まあ、ランボになぞって六角形をイメージして六角形モチーフにしてますからね、はい、そうです、ここをこう削ってもらって、だから以前ご紹介させていただいた岡店長の岡ジュリア、はい、通称岡ジュリアはここが丸く抜いてある、まあ、アルファロメオですからね、そうですね、5ホールなんて言ってここ丸く抜いてあったりしますけど、はい、それをアベンタランボルギーニ風にちょっとこうデザインし直して六角形になってると、はい、そうです、ただデザインし直してっていうのは簡単だけど、はい、で当然ホイールだから強度計算も全部一からやり直しになる、はい、だからもうデザインはまあパッと見は似てるけど、はい、まあ、そこをアレンジ加えて別のホイールになってるし、まあ、設計自体も一から多分起こし直させられてるんで、もうあえて言います、起こし直させられてる、直させられてます、はい、でもう世界にワンセットしかない、はい、ホイールに仕上がってると。そうです、ちなみに僕のジュリアのホイールはあのあ、と本国で裏カン SPO がつけてた。あ、そうなんだ、同じシックスループで、はい、いいねこれみたいになって、そうそうそう、それはやっぱデザイン量が入ってこんとデザイン量が入ってこないんですけど、はい、でそれをさらにこう削っちゃったんで、まだ世界にこの1台しかないです。なるほど、はい、じゃあもしかしたら同じように今後出てくるかもしれない、はい、アベンタイ博士隊って言ってデザイン量が入ってくるかも、はい、かもしれないでも講座を見る限りまだ入ってきてないんですよ、はい、AL13 ホイールズから入ってきてないんですよ、はい、まだ見に行ってないというわけでそんな特別、はい、もうだからこれも説明がないとわからないもん、はい、まあ、僕のジュリアンの時と一緒なんですけど、もうどうしても3ピースがやる、うんうん、はい、ここがツーピースの方が大きく見えるんですけど、うん、ここひっついちゃうとこのせっかくのデザインが崩れちゃう、だからもうあえてスリーピース、ここがこう、はい、輪になるように、そう、あえてここを、そうなんですよ、ここをちゃんと六角形のこれを残したくて、はい、でやってると、そうで、こんだけデザインを見てほしいホイールなんで、もうピアスボルトはもう全部ブラインド、裏打ちしてやって、はい、ピアスボルトが見えないタイプになって、そうです、はい、こうやって見てるとこのホイールもここも削り込んでるし、やっぱりここの作りとかすごいクロブリッジになってたり、すっごい手は加わってるんですよ、うん、アメリカ人その辺天才だよね、すごいですね、うん、なんかやっぱりこうデザインのおしゃれ感を取るのか、やっぱり生産性だったり合理性だったりっていう方を取るのかってなると、やっぱりここはアメタンのこう味というか、箱を開けた時のあのアメリカの工場の匂いがすげえいいなって思うのと同じ感じです。まあ、いい意味でもその国産ホイールに絶対ない体験、そうですね、うん、はい、もうオンリーワンのものが届いて、そうです、絶対その匂いも含めその絶対国産ホイールじゃないこう体験ができるっていうのは、確かにそれ買った人、はい、組む人にしか分からないところから、うん、でも最近そのね、すごいこう、まあ、AL13 もそうですし、その MV とかもいろいろよくしてくださるんですけど、こんなデザインがいいって言ってくれって言ってくださることもあるんですけど、あ、そうなんだ、一から作れって言われると分かんないんですよ、うんうんうん、でもこうやってある程度デザインあるやつをこうアレンジしていくのはなんかちょっと僕らの方が得意なのかなみたいな気もして、確かに、確かに、いろんなもの見てるし、はい、実物触ってるし、そうそうそう、じゃあこういうデザインを入れようって、うんうんうん、こういう感じのって、まあ、まあ難しいですけど、じゃあ日本の和のテイストを入れようとか、なんかそんなんもいろいろちょっと面白いんじゃないかな。でも冷静に考えたらすごいよね、ホイールだからほぼオーダーメイドで、あ、そうそうそう、だから好きなデザインを作ってもらったっていうのと変わんないんですよ、うん、はい、だからそのオフセットとか、はい、まあ、その色とか自由度高いものは最近いろいろ出ましたけど、うんうんうん、はい、もうデザイン含め、はい、もうワンオフというか、はい、オーダーメイドできるっていうのはやっぱりアメリカでしか今のところない、はい、うん、そうですね、やっぱりそのしかも鍛造の、 あのこう削っていくホイールじゃないとできない、確かに確かに、やっぱり一個一個こんなん作ってると型台でバカにならない、確かに確かに、プレスするタイプの鍛造だとこれできないですからね、そんなのが
やってある、はい、で、そうです。フィニッシュは、フィニッシュはもうね、あのもう今回はそのすごい落ち着いた感じで行こうと思って、あの、まあ、みんなの丘フィニッシュって言ってくるんですけど、ね、あの僕の大好きなブラッシュドグロススモークでございます、はい、ブラッシュドグロススモークの伝道師が選んだカラーは、はい、そうです、もう、はい、あの名古屋の皿の人に言っといてください。でもこれ理由があるんだよね、はい、なんか僕その SV ってそのカーボンが多いじゃないですか、羽とかもそうですし、そう、それ前言ってた、だからカーボンパーツにも合う、合わせやすいのは中間色というか、はい、でも今回最後まで悩んだのはこれ SV この子ねマットなんですよ、カーボンが、だから最後までマットクリアでいくかグロスクリアでいくか悩んだんです。でも転がった時のギラつきがちょっとおしゃれさで欲しかったんで、そのフィニッシュが結構あのスポーティーというか体育会系だったんで、ちょっとラグジュアリーな感じも欲しいなでグロスにしました。なるほど、はい、こんな感じになってる、はい、であとなんかさっき聞いたらそうキャリパーも、キャリパー塗ってます。これ塗ってんの？これはいボディ同色ブルーノバに塗りました。はい、ブルーノバもこれは特注？これ特注なんですかね。でもランボの青では結構少ない色です、ね、割と珍しいよね。そうそうそう、だからブルーケフェウスはもっと水色寄りだったりとかあるんですけど、はい、だから結構この色とブルーなんだったっけ、ブルーニラ、ブルーニラとか、ブルーニラはもっと濃いやつだよね。そうだからブルーニラがあの SVJ の63、うんうんうん、あれがブルーニラ。ああそっかそっか、そうそうそう、ちょうどそれの中間というか、ちょっと濃いんかな、ちょっとドラえもんよりちょっと濃いぐらい、うん、ちょっとドラえもんの実写見たことないのわかんないですけど、はい、そんな感じのボディカラーになって、はい、そうです、はい、そしてで車高は結構低いっすね。そう、とりあえずベタベタしてくれって言われて、はい、でこれで写真送ってあと3ミリ下げてくれって言われたんですけどこれねもうあのもう言うんですけど、もうその辺走ってあのこの下のベラずっとするジャッ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 って、あの私あの改装させていただきまして、はい、もう俺全然聞いてなかったからそんなの、ブーって裏回してきたらもうザッてオーナーさんも知ってます、そのベラが永遠にするよっていうのは言ってる、そうもうずっとザッと、だからこれ以上下げるのはちょっとやめとこうって言って、なるほど、そうそうそう、まあ、調整できますからね、まあまあまだ下げろって言われたら下げれるんですけど、ちょっとなんかリップがジャッて言うのはちょっとなと思う確かに、はい、だからだいぶ低いな、低いです、はい、もうこんな指横に入んない、ベタベタの車高になってると。で、あとはあとはでも、はい、もうほぼほぼオリジナルですか、ね、まあまあ SV も限定車でかっこいいですからね。そうそうそう、はい、だからもうほぼほぼだからまあまあリアが21インチで、はい、1インチアップの、そう、あでもこの子ね、はい、あのもうこのオーナーさんがもうとりあえず車高も低く、うん、もう面もあのもうね言ったらあれなんですけど誰よりも攻めたいんこっちの話聞かんのよ、うん、もうじゃあ僕がオフセットこれでいきますね、まあ、いつものボンドでよくやるパツパツセッティングがあるじゃないですか、うんうんうん、それより5ミリ出そう、いやいや違う話聞いてって5ミリ出したらもうねこんにちはするでタイヤって言って、でいや5ミリぐらいやっぱ出した方がみたいな、いやだからじゃあ3ミリぐらいにしようって言って、うん、でそのタイヤがはみ出すとダサいじゃないですか、まあ、だからちょっとそこまで攻めるんはって言って、一応ボンドの過去僕らがいろいろ頼んだアベンタの中で一番攻めてます、はい、何なのそこはみ負けたくないの、それ負けたくないの負けたくないちょっとよく分からない、だからもうあのフロントアベンタっていつも気持ち中入るんです、うんうんうん、もうパッツンパッツンよフロントもそう本当にだから入れてあの結構そのアメタンで僕が選んだオフセットで入れるときって僕そわそわしながらピットとかで待ってますよね、うんうんうん、すごい攻めるからね、そうそうそう、ピッタンコになるように、そうだから結構うわやったなみたいな、そのまずつけたとき一番怖いのがあの AMG GT、うん、あれは足回りの作り的にめっちゃ起きてくるんですよ、うん、あそうなんだ、入れた瞬間うわやったゲロアマスペーサーちょっと取り寄せようって思って、うんうん、めっちゃ入っとって下ろしたらギュ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 ってなってパッツンパッツンになってとかあるんですけど、うんうんうん、この子入れた時はすごいもうそわそわしてこれ大丈夫かなってで降りてちょっと動かして試乗して帰ってきてあもう完璧と思って、はい、パッツンパッツンこれもう、うんうん、はい、大丈夫セーフセーフセーフパツンパツン、はい、もうご想像にお任せします、はいはい、もう完璧なんかよくわからない負けず嫌いがそう本当にこんな感じで仕上がってると、そうそう、はい、タイヤもあの強制的にミシュランに変えました。あそうなんだ、新車から履いてたタイヤだったんで、あなるほどなるほどなるほどミシュランに変えました、はい、結構そのままタイヤ流用なんていうケースも少なくないですか、ね、あそうそうそう、アベンタはそのまま使えるんで、そうですよね、でもやっぱり
P-Z4 とかに履き替えてたらいいかなと思うんですけど、うんうんうん、でもやっぱちょっとブリッとした感じも出したかった。確かに。だからミシュランで。あと変えてるとやっぱりそのサイドボールのデザインとかも変わるから、うん、そう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 、やっぱ変えた感も出るし、そう、だから見た目もかっこいい。P0 コルサはもっと薄いんですよ、うん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 、だからちょっとベタベタでも隙間が空いたりとか、うん、なんかそういうのあります。引っ張り具合も変わってきて、その辺のタイヤも含めた絶妙セッティングになってると。そうです。そして、あ、あとこれ買いました、はい、これ。あ、なるほど、はい、黒くなってる。赤だったんですよ、はい、なんで赤なんと思って、うん、確かに。もうキャリパーも塗ってこっちも黒に変えて、そうそうそう。で一応センターロックって青も出てるんですけど、うん、青はねもっと濃いんですよ。アルマイトみたいなちょっと濃いめの青なんだよね。あっちの青になって、確かに確かに、それが違うなって今回黒に変えます。はい、なるほど。こんな感じで、そうです、ここも変えて、はい。そしてあとは、あとはでも、はい、うん、あとテールは変えました。なるほどこの辺またリープデザインとバレンティーノはい、こちら。そうだから、オーナーさんもあれだったんですよ、なんかこの古臭い、どこだったの、うん、ここのオレンジが嫌だったんですよ。あ、それだったら変えたいって言って、うん、今回ちょうどリアも外す作業があったんで一緒に変えさせてもらった、はい、確かにリアのなんか作業があったりすればそのまま付け替えなくてもできます。一緒に付け替えれますよ、はい、こんな感じになっております。それで変えさせてもらいました。じゃあ最後になりますけども、はい、今回こそは長く所有されることを願います。多分。怪しい？いや、多分この子は長いです。あ、そうなんだ。ブラックシリーズひどかったっす。フルプロテクション終わっておりましたからね。そういう車をこう中古車市場に、はい、放流する職業の方と。そうです。そうですそう、なんかすごい転売屋みたいですごくなんか嫌な人。そうじゃないんだよね。買ってきて損して放流する人得するんじゃないから、得したら転売屋になっちゃうけど、ま、たそうしたよ、ひかちゃんみたいな。あと奥さんが怖え、うん、奥さんが怖え、怖い、え、あの値段交渉奥さんなんですよ怒られるよ。いや、もう、もういい、もういいんじゃん、もうなんかだからもう商談の時に、うん、マジで奥さん一緒にコンとってください。え、カスタマカスタマイズの相談はそうそうそう、その旦那さんとオーナーさんとするんで、はい、車買うときよね、買うとき売るとき、うん、そのときに、まあ、すげえすげえよ、まあ、じゃあ仮に1500万円、うんうん、込み込みで1500万ですって。奥さんがあと100万ぐらい、100万無理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 って言って、その時ね、旦那さんね、黙ってる、うん、じゃあ一応これで行こうかなって折り合いをつくじゃないですか、うん、この辺りで、あ、じゃあよろしくねって帰ってからまた LINE が来る、もうあと10万いや、さっき A 言うたがってるっていう感じで楽しませてもらってます。でも毎回こう車が売れましたっていうたびに岡はげっそりします。またあのやり取りが来るのかっていう、はい、またこう値引きで戦うんだろうなって。じゃあ奥様お手柔らかにお願いいたしますというわけで、ボンドチャンネルのチャンネル登録と、あと各種 SNS のフォローも、あとオーナーさんの SNS のフォローも、たかちゃんくんさん、たかちゃんくんさん、たかちゃんくんさんでしょ、ここに出てくるたかちゃんくんさん、はい、というわけでフォロワー買って増やしてやろうというわけで、ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。